皆さん、こんにちは。12月25日0時、お互いのインスタグラムで離婚を発表した、赤西仁さんと黒木メイサさん。赤西仁さんと黒木メイサさんは、2012年に結婚し、結婚当初は、赤西仁さんの事務所が、結婚について知らされていなかったことや、黒木メイサさんの妊娠の噂があったため、大きな話題になり、また、結婚により、赤西仁さんはソロツアーが中止される事態にまで至っています。そんな赤西仁さんと黒木メイサさんは、二人の子供に恵まれており、2012年9月には長女のティアさんが、2017年6月には長男が誕生しています。家族は一時期ハワイに居住していましたが、後に日本に戻ったと報じられています。そんな結婚から2012年の結婚から約12年、なぜこのタイミングで離婚という決断に至ったのでしょうか。今回はお二人の離婚理由、現在などについて迫っていきます。早速、離婚理由についてですが、離婚理由は大きく分けて以下の3つが考えられます。価値観の違い、性格の不一致、第三者の存在、価値観の違い。では、一つずつ見てきましょう。赤西仁さんは自由奔放な性格で、海外での活動にも積極的です。一方、黒木メイサさんは家庭を大切にし、子育てに専念したいという考えを持っています。こうした価値観の違いが、次第に溝となり、離婚に至った可能性があります。性格の不一致。赤西仁さんはマイペースな性格で、周囲に流されにくいタイプです。一方、黒木メイサさんは几帳面で、周囲に気を配るタイプです。こうした性格の不一致が、衝突やすれ違いの原因になった可能性があります。第三者の存在。赤西仁さんと黒木メイサさんの周囲では、離婚の噂がたびたび報じられていました。また、赤西仁さんには過去に浮気の報道もありました。第三者の存在が、離婚の引き金になった可能性もあります。また、赤西仁さんと黒木メイサさんは、仕事中でも結婚指輪をしていることで知られていましたが、去年の7月から結婚指輪をしなくなったそうで、黒木メイサさんについても、2023年8月5日のインスタグラムの投稿に、父にもらったリング、薬指にしか入らない、久しぶりにつけた、という投稿をしており、この投稿には、仁くんとは別れた、指輪最近外してるけど、などのコメントが寄せられていました。このことから考えると、赤西仁さんと黒木メイサさんの関係は、2022年7月からうまくいっていなかったの可能性があり、離婚を発表するまでに、1年以上期間がかかったことについては、幼い2人の子供のことを考えてのことだったのかもしれません。赤西さんというと、ジャニーズジュニアを経て2001年に、近畿キッズ、堂本光一さんの、専属バックダンサーとして結成された、カトゥーンのメンバーに選ばれ、2005年1月から、同グループのメンバー、亀梨和也さんと共に出演したドラマ、極戦、第2シリーズでブレイク。2006年3月、同グループは、リアルフェイスで CD デビューし、一気にスターダムを駆け上がりました。ですが、同グループはジャニーズの中でもお騒がせ的な存在で、実際、すでにメンバー6人中、3人が脱退しています。かつて、グループ内でも一番人気を誇った赤西さんですが、方向性の違いから10年7月にグループを脱退。2012年2月には黒木メイサさんとおめでた婚を発表。双方の事務所には報告せずに入籍し、事後報告という前代未聞のスキャンダルで大きな話題となり、その勝手さには業界のみならず世間からも批判を浴び、ジャニーズ事務所からは当然のごとくペナルティを食らい、やがてメディアから干され始め、2014年2月に同事務所を退所しています。退社後は仕事が激減した赤西仁さんに代わって、黒木メイサさんが女優業に専念し、赤西仁さんは育児をこなしながら、黒木メイサさんをサポートしているとされていました。しかし、芸能関係者によると、退所後も同事務所のタレントとつながりがあったみたいです。無類の酒好きで知られる赤西は、赤西軍団を率い、夜の街でたびたび問題を起こし、過去には一般人とのトラブルもありました。赤西は既婚者であろうが、
女性関係は相変わらずバブリーだったようです。仕事が不安定な上に、トップアイドルたちと縁を連日連夜開催し、参加していた女性たちとの一夜限りの関係は、日常茶飯事だったともっぱら噂でした。と明かされており、また、2015年3月には、モデルとの連日密会が報じられ、週刊誌によると、ホワイトデーに夫妻がまな娘を連れた台湾料理店での食事の席に、赤西仁さんと親交のある俳優、城田優が同席し、浮気について話していたといい、ネット上では、浮気がバレて気まずい赤西が、親友の城田に喧嘩仲裁の役を買ってもらったのでは、との指摘が上がりました。城田は、軍団の一員として、赤西らと共に、ハメを外しまくる同志でもあるようです。城田は夫婦のまな娘にも懐かれているほどで、黒木とも仲が良いと聞いています。真相は不明ですが、この件で険悪になった夫婦仲を取り持ったのではないでしょうかね。と芸能関係者が明かしています。赤西仁さんの行動で次第に関係が壊れていった二人。そんな自由奔放な赤西仁さんの現在はどうなっているのでしょうか。ここからは赤西仁さんの現在について見ていきます。YouTube 配信。赤西仁さんは2020年4月に錦戸亮さんの共同で配信しているノーグッドテレビ YouTube チャンネルを始めています。2023年12月現在ではチャンネル登録者数 64.2 万人で、上の動画が一番人気の動画で、再生回数480万回再生されています。ゲストには小栗旬さんや山田孝之さんというビッグネームとも共演しているほか、数々のコラボ動画があります。他には赤西仁さんと錦戸亮さんが英会話の練習をする動画も配信されていて、人気コンテンツとなっています。ライブ活動。2010年にジャニーズを退所後にソロになって以降も毎年コンスタントにライブ活動をしている赤西仁さん。場所も代々木体育館などキャパの多い会場が多く、今もなお人気が高いのがわかります。ブランドアンバサダー。2021年メイクアップブランドマックのブランドアンバサダーとして起用された赤西仁さん。起用理由はグローバルで活躍し自身の声を発信し続けるアーティスト。ジャニーズを退所後は地上波のテレビや CM に一切出演していませんでしたが、海外を起点に発信し続けていたことでグローバル企業からのオファーが来た形です。赤西仁さんはマックのブランドアンバサダーに起用されてたことについてこうメッセージを綴っています。実際に舞台などで使っていたこともあって、ファンデーションで一番身近なのがマックでした。今回すごく愛を感じるオファーいただき大変嬉しく思います。いかがでしたか。12月25日突然離婚を発表した赤西仁さんと黒木メイサさん、お二人はそれぞれの自身のインスタグラムで、この度私たち夫婦はパートナーシップの形を変え、夫婦としてはそれぞれの道を歩んでいくこととしました。この先も家族が最優先であることに変わりはなく、親として親友としてさらなる愛情を持って新たな形のパートナーシップを築いていきます、とコメントを出しています。離婚の理由は当人同士にしか分かりませんが、今後の2人の活躍を温かく見守っていきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。